震えるぞハート、燃え尽きるほどヒート、刻むぞ血液のビート、オーバードライブ。どうもジャポです。あ、さあ今日はですね、ジャポの英文法教室 C ランク、ステージ1ということでですね、挨拶についてやっていきたいと思います。早速ですけどね、解説していきたいと思います。1つ目、あ、こんにちは、元気っていうのの英語ですね。まあ、挨拶なんですけれども、これ、択一って言って、括弧の中、1、2、3、4、どれが入るかなっていう問題になってます。さあ、これはね、正解はですね、2番の How が正解になります。Hello, how are you? ってことで、こんにちは、元気ですかっていう、挨拶です。これですね、会った時にする、日本語で言ったらね、こんにちはと一緒のイメージです。こんにちは、元気ですかみたいな感じでね。なので、こんにちはって、そのまま返すのと一緒に、How are you? って聞かれたら、How are you? って、返してもいいんですね。そんな風な、まあ、日本と一緒ですね。How are you? How are you? って、もう OK です。で、もう一つですね、What's up? これ仲いい友達とかによく使いますね。What's up? What's up? 何かあったのっていう、まあ、意味なんですけど、まあ、これもこんにちはですね。なので、What's up? って返せば。OK です。と、僕は元気、君はっていうことですね。How are you? って聞かれたら、こういう返し方もできます。I'm good. And, で君はなので、正解は2番。I'm good. And you? 僕元気だよ。君はっていうふうにね、返したら、気持ちいいコミュニケーションになりますね。I'm good. And you? I'm very good. I'm great. この辺ですね。さあ、3番いきましょう。3番。Hi, Jack. Yeah, Jack.グッドホニャホニャでおはようっていう風にしましょうっていうので、1,2,3,4選択肢見てみましょうかね。さあ読んでいくよ。1番の選択肢モーニング、2番アフターヌーン、3番イブニング、4番ナイツ。正解はね、グッドモーニングだよね。聞けばわかるよね。モーニング朝だからね。1番っていうのが正解なんだけども、それぞれの意味わかりますかね。確認していきましょう。それぞれの意味、モーニング、これモーニングっていうのはまあ朝なんだけど、なんでこれイングついてるの、なんでだろうっていう風に気になりませんかね。イング、モーニングのイングっていうのはですね、これモーンっていうのは、ドイツ語で輝くっていう意味らしいです。で、輝くに ing がついてて、モーニング、輝いている、キラキラしているものっていうのが、モーニングっていう概念になります。なので朝っていうのキラキラしているっていうことですね。おしゃれですよね。2番、アフターヌーン、アフターヌーン、これはですね、午後ですね。アフターヌーンティーとかって聞いたことないですかね。アフターヌーンティーっていうのはね、もう午後のお茶のことなんですけれども、まあ、お菓子タイムのことですね。お昼ご飯食べてアフターヌーンティーしようみたいな、3時ぐらいのね、アフターヌーンティー、いいですよね。はい、アフターヌーン。まあ、ヌーンっていうのが正午で、アフターっていうのが、その後っていうことなので、まあ、正午12時以降っていうことですね。がアフタヌーンになります。さあ、そしてイブニングが夕方のことなんですけれども、これ、イーブンっていうのが、まあ、偶数ってわかるから、2とか4とか6とか8のことなんだけど、まあ、2で割れる数のことをイーブンって言って、まあ、半分に割れるよっていうので、まあ、半分に割るっていうところから、来た説っていうのがあります。それが、イーブニングなんですけど、まあ、大体夜になるのが夕方ですよね。当たり前ですよね。暗くなるのが夜なんで、それが1日の半分っていうことで、そこにイーブっていうの、イーブニング、そこから、12時間経ったらまた朝になるし、そこから12時間経ったらもう一回夜になるよねっていうので、そういう考え方をしてますね。イーブニング、半分に割るものってことですね。12、12で割るよ、24時間ねっていう風なのがイーブニングです。さあ、もうどんどん話が逸れてきますね。はい、ナイツっていうのは夜だよね。ナイツ、まあ夜についてもいっぱい話したいことあるんだけど、まあ今日はね、別にそんな話さないのでいいので、このイーブニングとかね、アフターヌーン、モーニングっていうのをね、ちょっと覚えててください。さあ行きましょう。4番。はじめまして。はじめましてっていうのは、Nice to meet you。これね、Nice to meet you っていう風になるので、正解は、3番が正解になります。Nice to meet you。はじめまして。これはですね、It is nice to meet you。あなたに会えたこと、Nice ですね。っていうのから来てますね。It is nice to meet you. ね。で、これ、もう一つね。Nice meeting you. Nice meeting you. っていう言い方もあります。これはどんな時に使うでしょうか？失礼と言いますかね。Nice meeting you. これはね、ちょっと調べたらね、この言い方あるのねっていう感じなんですけど、あなたに会えてよかったですっていうことで、別れ際に使うのが Nice meeting you なんですね。
似てるでしょ。 Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you は初めて会った時ですね。 I'm Japo. Nice to meet you. まず名乗ってからね。僕 Japo です。初めまして。ね、Nice to meet you too! 返すときはね、Nice to meet you too! こちらこそ、はじめましてっていうような言い方をしましょう。さあ、Nice to meet you 終わりましたね。さあ、次行きましょう。私の名前は、ジョナサン・ジョポです。まあ、先に名乗った方がいいんだけどね。並び替えの問題です。これはですね、番号が1、2、3、4って振ってあると思うんですけれども、この順番を、1、3、4、2なのか、4、2、3、1なのかっていうふうに並び替えるっていう問題になってますのでね。英検ではね、実際にそこから、組み合わせ、この2番目と4番目の組み合わせで正しいものを選びなさいっていうふうな問題なんですけど、もう完璧にね、ジャポの英文法教室では、この順番を並べるっていうのを、していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。さあ、私の名前はジョナサン・ジョポですなんですが、これ、気づいた人いますか？ジョナサン・ジョポ、つまり、ジョジョ。ということなんですね。はい。では、正解いきますね。My name is ジョナサン・ジョポ。4213ですね。4213が正解です。My name is ジョナサン・ジョポ。さあ、もう何もね、言わずに次行きましょうね。さあ行きます。また明日ね、エレン。6番の問題行きましょう。また明日ね、エレン。ということですね。まあ聞いたことあるでしょう。正解は、4番だね。See you tomorrow, エレンです。See you tomorrow, エレン。さあ、もうみんなのね、馴染み深いのだったら、バイバイとか、グッバイっていう言い方も、この子ではありますよね。うん、で、その別れ際にね、よく言う言葉が7番、次の問題です。見てみましょう。7番、良い一日を過ごしてね。これはね、海外とか行った時に、ああ、めっちゃみんな使うんだなーっていうのをね、改めて実感した、言い方なんですけれども、なんかすごく言われた方も気持ちいいし、言った方も気持ちいい言葉なので、日本にはね、なかなかないいい表現だなというふうに思います。さあ、行きましょう。正解は、1番、Have a good day。が正解になりますね。良い一日を、 Have a good day っていう言い方、これ覚えておいてくださいね。 Have a good day。 いいよね。 Have っていうのが持つですね。あ、good day、 一つのいい日を、つまり良い一日を持ってね、過ごしてね、 Have a good day っていうことになります。 Have はね、本当にいろいろ使いますからね。まあ、どんどん行きましょうかね。8番、久しぶりだね。久しぶりだね。ほにゃほにゃタイムの推し。これは知ってる人もしかしたら少ないかもしれないんだけども。久しぶりってことは長いこと会っていないんだよね。長いって英語でなんて言うでしょう。そうだよね。3番。long が正解になるね。long time no see。久しぶりだね。long time no see。いいね。long time no see。ピローンって言うか。さあ次行きましょう。long time no see の後は9番。あ、A さんと B さんの会話ですね。これ A さんが言ってます。thank you。Thank you. さあ、B さん、なんて答えますか？知ってますよね。You are welcome. You are welcome の、3番が正解になります。You are welcome. どういたしましてっていうことですよね。いいよね。Thank you. You are welcome.、ね、まあ、you are welcome っていうのは、うん、welcome でいつでもどうぞって感じなんだけど、他にもね、my pleasure. これもいい表現。かっこいい表現ですね。私の喜びだよ。It's my pleasure.My pleasure. 私の喜びですっていうのとかですね。No worries. 心配ないよ。全然大丈夫だよっていうの。No worries って言ったりしますね。My pleasure. No worries. これオーストラリアでよく言ってましたね。No problem. No worries. No worries. My age. って言ってましたね。心配ないよってことです。さあ、それではですね、10番並び替え問題。ここも10番並び替え問題いきましょうね。さあ、あなたの一日はどんなだった？あなたの一日はどんなだった？うん、さあ行きましょう。あなたの一日はどんなだった？これですね。How was your day? 2134 How was your day? 2134どんな一日だった？これもね、素敵な表現だなと思うし、いろいろ話してくれます。友達とかに聞いたね、 How was your day? とか家族に聞いたね、 How was your day? どんな一日だった？って今日こんなことがあってね、会話をね、ぜひしてみてください。そしたらね、会話が楽しくなると思います。さあ、最後まで聞いてくれてありがとうございました。ね、で、これ、概要欄にね、印刷できるのもね、載せるんですけれども、見てください。じゃ答えっていうのもね、今回作ってみましたね。なので、ここで読む練習、めっちゃできます。How are you?
で、一回読んだら、スタンプっていうのを押すと、なんか見てて、あ、いっぱい勉強したな、自分っていう風になると思います。I'm good, and you? I'm good, and you? Hi, Jack. Good morning. Nice to meet you. My name is Jonathan Jobo. See you tomorrow, Ellen. Have a good day. Long time no see. Thank you. You are welcome. How was your day? この辺のね、読む練習、ぜひしてみてください。読むというかね、会話の練習、ぜひしてみてください。友達とか言えたらね、Hello, how are you? I'm good, and you?Oh, I'm good, thank you. ですね。ね、はじめましての練習とか。Nice to meet you. Nice to meet you too. My name is Yuki. My name is Jonathan Jobo. みたいなね、感じの練習をね、ぜひね、してみてください。今日もね、最後ね、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、そしてですね、なんかご意見とかあればですね、ぜひ、言ってください。See you! Bye bye!